バデリア。あなたたちが世界を破壊しようとしているのを追求したら、呆れたような顔したのを覚えてる？大人の話に首を突っ込むな、とか言ってたわね。あの頃は良かった。なぜこんなことを思い出したのかしら。パンドラの箱を開けたのがあなただから？嘲笑うためのメッセージじゃないの。本当よ。それは目の前でやるわ。でもその、うん。そろそろ行かなきゃ。豊富な人脈があるでしょうから、もう聞いてるかしら。パンドラの箱はより大きなものの一部に過ぎない。そして私も一部だという感覚が拭えない。これから自分がどこに行くのか、いつ会えるのかもわからない。だからこれが最後ならば、あなたの妹でよかった。そして宿敵になれて本当によかった。元気でね。兄者がよろしくだって。